皆さんこんばんは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね、一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてお読みください とても重要なことが書かれていますので一語一句慎重にお読みくださいすべてのことを承諾できた方はこの動画の続きを見ることができますどこか一箇所でも承諾できない方はこの動画を見ることができませんそれではいってみましょう2019年4月20日土曜日暗号資産草コイン長野研究会 えーっとね、今日土曜日ですよね、時刻はあっという間に7時10分になってしまいましたね、もう外は真っ暗で夜になりました、で私もね、あの昼間1本動画上げて、まあ、その後こちょこちょ仕事やってて、ですね、えー。シャワー浴びて、あまりにも暑かったからね、日中シャワー浴びたらね、少し眠くなってきちゃってね、えー、昼寝を少しね、えー、いたしました。はい まあここはね南国でしたら海に入ってね、人呼びして寝るって感じかな。まあ,あとはあの家の近くにね、あの温水プールあるんですよ。あるって行けるところにね、清掃工場がねあるんでね、清掃工場っていうのはゴミ焼き場ですね、はい。ちょっと遠いんですけど、あって、自転車だったらすぐですね。そこ行ってね、まあ、人大人200軒ぐらいだったね、<laughs> ちょっと温水プール。 プールで泳いだりね。歩いたりして、えー、ちょっとエネルギー使わないと太っちゃいますからね。あとは松戸の駅前にはあのスポーツジムが何軒かあるんでね。そこ行ってもいいし、まあ、ホットヨガなんかもあるからね。<coughs> あの外で体動かさないといけないね。まあ,あとは街中とか公園を散歩するのも一つのえー、肥満解消だと思いまーす。 あとね、歩ってすぐのところに江戸川があるんですよね。大きな、大きなね、江戸川が。江戸川の河川敷っていうか、土手土手をですね、あの、ひたすら歩くっていうのも。あの、信号ないからね、歩きやすいんですよね。んで、アスファルトで舗装されてるんでね。ただそこ行くのちょっとめんどくさいんでね。はい。あと、家の中にね、あれがある,あるんですよ。ウォーキングマシンが。<laughs> 2年前に買ったウォーキングマシンがあってね。 あの、買った時は随分半年ぐらい毎日歩いてましたね。それでね。まあ、それでまたやろうか。それ楽ですからね。あの、ウォーキングマシンで、あの、サンダル履いてね、やるんですよ。そして、まあ、YouTube 見ながらもできますしね。YouTube 見るためのね、台がね、最初からついてましたあ。テレビ見てもいいし、あの、Amazon プライムで映画見ながらでも、映画見ながらでも一応できるようになってるんで。 家の中、外出るのね、めんどくさいんでね、家の中で完全完結するっていうね、この生活をね、ちょっとずいぶん続けてます。はい、で、今回はですね、えっ、ー、と、この青いところ、ビットコイン60万円お借りなさいとで、ETF 承認で一気に600万円まで跳ね上がりそうですよって話と、えー、リップルアプリが、えー ね、発売されたってことでね、発売っていうか無料ですけどね、これちょっと話し,してみましょう。リップル、<laughs> リップルアプリはね、あのー、えっ、ー、と、アップル、えー、だから iPhone とかスマホにダウンロードできますよ、アプリね。リップルって入れるとね。えっ、ー、と、まずは、財布のビットコインですね。ビットコイン JPY。なんですか、あのね、 一瞬60万円ついたかなっていうぐらいですね。ギリギリつかなかったか。59万9478円ぐらいか。59万9000円。あのビ、ビットフライヤーではね、あの余裕で、はい、今日余裕でね、60万超えてましたね。2回ぐらい超えたかな。うん、超えてます。今はちょっとね、落ちて。 落ちてますねビットフライは59万4859円ですけどまあ <coughs> また <coughs> そうですねこの60万円超えっていうのはもう確実ですねもう今日の夜ぐらいにはいくと思いますで超えたんだけどねあのカルロス・ゴンさんの奥さんが捕まったということでちょっと、えー、市場が硬直化しましたがまたね大丈夫そうだということで上がってきましたはいそれ そうですね。まあ、眠は、まあ、ちょっとバッとしないですね。まあ、眠はこれからですかね。ビットコインキャッシュは上がってますかまあ、あの、お家想像でゴタゴタあったでしょビットコイン ABC と、あ、ビットコイン ABC か。とビットコインサトシビジョンで。でそのゴタゴタがね、ちょっとマイナスにいってると思います。はい。ちょっと、 はい、ちょっと上がりきれてないですね。まあ、嫌気させた人もいるんじゃないですか、ビットコインキャッシュには。イーサリアムは、そうだね。まあ上が、上がってきてって感じかな。2万円ちょっといったけど、一旦落ちたって感じになってますね、これもね。2万円、そうですね。2万円いきそうかいったかって感じかな。うん。いいと思いますよ。はい。で、ビットコイン、あビットバンクですね。 1一時間足のビットコイン JP はですね、やっぱり60万円いったかいかないかのところですね。<coughs> <coughs> リップルなんですが、今日いい材料出たんですね。あのー、はい、グーグルとアップルからアプリが出てですね、あのー、リップルで物、えー、が買えると、コンビニ支払いとかできるっていう材料だったんですね。多分この辺で材料が出たんですがいや、もうちょっとか。 うん。あんまり反応しなかったかなは。はい。ちょっと反応してませんね。やっぱり36円970ということでね。ちょ、ちょっと弱いですね。35円。うん。ちょっとね、発行枚数が多いんですよね。ちょっとどうなるかってとこですね。はい。はいはい。そして、モナコイン。うん。いい感じですね。ちょ、ちょ、ちょっと上がったね。 まあこういうね、安いやつ買っとくといいんですね。もうモナコインとかダメじゃん、リップとかダメじゃんって。みんなが諦めて、もう、売り始めた時に買うんですね。不動産もそうなんですよ。不動産も結局、バブル崩壊してもダメじゃん、こんなの。つって、まあ、ね、バブル崩壊してからすぐ買うのはダメですけど、えー、もうだいぶ経ってからね、買うと。で僕がコンサルティングやってた会社もね、 丸、えー、ルビルに入ってるんですけどまあ不動産マンションばっかり買ってましたね <coughs>、まあ、そこの会社はあのいろんな銀行とかね信託銀行から出資を受けてたんで2000億円ぐらい持ってたんですよでその2000億円で、えー、マンションいっぱい買ってましたねいろんな会社からで自分の会社の下に管理,組管理会社作ってマンション管理させてましたけどね掃除させたりね、えー、管理させてました で、こんな買っちゃって大丈夫なのかなって。いつぐらいだったかな ?2000... 申請前でしたね。2000、2010年とか、2009年、2010年ぐらいでしたね。うん、あの頃景気悪かったんですよ、すごくね。リーマンショックの後だったからね。日本もすごい景気悪かったんだけど、景気悪いから買うんだよ、中な,なちゃんとか言ってね。社長はね、僕と同じ年でしたね。 慶応出たって言って慶応で慶応のラグビー部って言ってたかないぶんたくましくてねあのー、やっぱり筋がいいんだよね生まれもいいし筋もいいからねえー、自分で会社作ってね2000億円ぐらい出資受けてましたね三井住友系から出資受けてましたね2000億すごいなと思って丸ビルのねえー、っと30回ぐらいとね18回ぐらいのね 4分の1ぐらいのフロアずつ借りてね、従業員100人ぐらい雇ってましたね。はい、優秀な人ばっかり。で、子会社もね、何社か作ってね、やってました。僕もコンサル、経営コンサルタントやってたんですよ、そこで。で、社長室がすごいでかくてね、同い年でね。何歳だったかな、僕。30、そうか、8年前。40歳ぐらいでしたね、僕ね。 うん、同じ年だったんだね、40歳ぐらいで。それでね、あの、大丈夫なのかなと思ってね。で、お金がなくなってきたね、最後の方、お金がなくなってきてしまって、あの、夕方5時以降はね、エアコンつけないことにしたとか言って、すごい暑か,かった、<laughs> 暑かったんですよね。仕事ずっとやってたんですけど、そこでね、丸ビル。いや、もう金かかるから、5時以降はエアコン消すんだとか言ってね、でみんなも暑い暑い言ってたんだけど、従業員もね、 んでも、お金ないに大丈夫かなと引っ越せばいいのにって、こんなね、丸ビルにいったら、東京駅のまんまですよ。丸の内ビルに行ったら、家賃高いから、そこら辺、上のとこはね、安いところ引っ越したら、ダメだよ、そんなって。エリート中のエリートはこういうところに入れなくちゃだめなんだよって言ってましたけどね。で、そうこうしてるうちにね、震災が来てね、またダブルパンチになったんだけど、疲弊してましたけど、 えー、そうだ、それから何年か経って、2014、2014年ぐらいにね、また不動産市況がね、復活してきたんだよね。うん、また、あの、投資するお金が増えてきて、世の中が、景気が良くなってきたんですよ。復興対策とかもあってね。それでね、あの、今まで買い,買いに買い、買いに買いためた、あの、不動産、マンションとか、 アパートとかの不動産、も日本全国いっぱい、一等地の、ね、マンション、賃貸マンション、一等買いしてたんですよ。まあ、不動産投資だよね、それもね。で、それをね、どん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 売却し始めたんですよね。そしたらね、あれよあれよとね、儲かってね、ものすごい儲かっちゃってね、それまあ、だから2000億で買ってるから、それが5倍でも1兆でしょ、あれよあれよと儲かってね、株式上場しました。<laughs> 億万長者がね、さらに億万長者になりましたよ。スーパー億万長者になりましたよ。同じ年なんだけどね。まあ、向こうは、慶応出てますからね。僕、明治だからね。そこだけかな、やっぱ、りちょっと違かったのはね。 やっぱりね、物はやりようでですね、やっぱりやればね、やればね、億万長者になれるんです、うん。若くてもなれるんです。やんなきゃ、ビビってやんないとなれないんです。それだけの話です。僕はね、いろんな会社のね、傾向するスティンクやってるからね、よくわかるんだけど、学歴じゃないですね。はい。だって、 高校、そうね、高校しか出てないって社長、いまし、結構いましたよ。まあ中学しか出てないっていう人もいましたけど、高校しか出てなくて、専門学校行ってね、スクールオブビジネスっていう専門学校行って、東京スクールオブビジネスっていう専門学校行ってから、コンピューターの会社入って、つって。で、今、<coughs> コンピューターセキュリティ会社の社長ですからね。で、丸の内、 あちゃあちゃちゃ、そこはね、東京大手町の金融街のビルにね、あのベンチャー企業ですけど構えて、今やね、東証一部上場に暗返しました。<laughs> ビビりました。あのこ、社長ね、僕、僕と仲良くてね、3歳ぐらい上だ,だけだったんですよ。そこの会社もね、セキュリティ会社ね。あのーあのー、個人資産40億円ぐらい持ってましたね。あ俺は40億ぐらいしか持ってねえよとか言ってましたけどね。 ああよくね、飯食いました。何の話したっけあ,あ、これす。<laughs> すいません。それで、リップ、そうですね。コインマーケットキャンペーン見てみましょうか。これなんですが、今、ビットコインは世界標準59万6990円ということで、まあ、60万円お借りなさい。間違いなくていいですね。はい。<laughs> これ、ビットコインのですね、ETF 承認がもう情報漏れてますね、これね。 で時価総額も20兆いきましたね、安定的にね。で仮想通貨の上場している数は2129とで。取引所は17,796と。どんだけ多いんだと。もうどれがどうしたか分かんないよということですね。サリアムも上がってますし、ビットコア上がってますよね。でリップルがえ今日は目玉のアプリが出たんですけど、横ばいと。 で、キャッシュは横ばい。<laughs> バイナンスが、バイナンスコインむちゃくちゃ上がってますね。もうこれ以上上がんないだろうって思った矢先にまた12.6%、これ24時間以内に上がってますからね。うん、今から買っても上がるかもしれないですね。バイナンスコインはね。バイナンスコインはただバイナンスで買わないといけないですからね。まあバイナンスは、はい、大丈夫ですね。あそこは信用あるんで。 いや、これよくわかんない。知らないコインとかも上がってきましたよね。こういうのね。うーん。まだ安いですね。43円26なんで。これ買った方がいいかもしれないですね。ベーシック、アテン、なんとかっていうね。あとこれか。ラバンコインってやつ。7円59で安いですね。15.89%上がってますし。はい。<laughs> で、ちょっとあれやってみましょうか。 全てを見るそして <laughs> 次7日間をしますからね <laughs> やっぱりはい全ての仮想通貨の、はい、ビットコインですね大元のビットコインがまずは上がるっていうのが一番いいシナリオですから今回いいですねでやっぱり7060万ね50万超えたのもラッキーだったけど 50万あっという間に超えて60万いった時はすごかったですね、やっぱりね。で、60万まで来たらやっぱり70万の声とかね、80万の声を聞きたいよね。そしたら去年と同じように戻るから。ね、去年のまあ低いけど、低いけれども、まあ、最低ランクに戻るから。はい、それでファイブバランスが6707%アップですね、この1週間で。 ウィミンコインって買ったよね、これ。2351%アップです。おめでとうございます。ウィミンね。あとは、やっぱり新しいコイン多いですね。<coughs> まあ、聞いた時もないのいっぱいですもんね。うん。やっぱりストロングハンズとかないんですかね。バニーコインとかないのあ、ピープコイン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 ,ン115%アップです。おめでとうございます。あ、ピープコイン来たね。 申請ピープコインですね、これ。申請ピープコイン。PCN。ピープコイン来ましたね。あー、158.59%。ピープコイン来ました。おめでとうございます。ピープコイン。結構買ったよね、ピープコインね。トレードサトシとか、コインエクスチェンジですから <coughs>、買った人いっぱいいると思いますよ。ピープコイン皆さんと一緒に買いましたもんね。 はい、おめでとうございます。ビートコインね。やっぱ草イン上がってきたね。うーん。評美トークンも上がってますね。クーコインシェアーズ。うーん。あとは、まあ、じわじわ上がってるんでしょうね。はい、草インも、にわかにね、上がってきてよかったかな。あれ上がっよかったかなと思います。 はい、でね念願のノアコインなんですが、どうなってるかということなんですが、<coughs> 実はね、ノアコインも少し上がってるんですよね。はい、0.052774、0.05までいきましたね。はい、まだまだですが、6.67%アップでこれが0.05じゃなくて0.5円とか、5円とかね。 まあ、願うくば400円。ね、ノアコイン400円になってください。400円ね。なって,なってよ、ノアコインね。400円頼むよ。<coughs> <coughs> メルカトックス、ヒット BTC、ヨービットですね。はい、いいと思います。あと、まあ、コインポストのニュースとしましては <coughs>、そうですね、あんまりちょっとないけれども、最近このニュース速報っていうのが少ないんだよね、本当にね。 はい、先ほど言いましたですね、リップルですね。リップルがあが皆さんの <coughs> スマートフォンあでアプリダウンロードできます。はい、リップルですね。これですね。r i アプリがの、ね、アプリが提供されました。リップルで小売業決済が可能に Apple Store と Google グ Play グでアプリ対応ということで、 <coughs> まあ、プルストアとか、ね、Google Play で、えー、っとこの XRPayments っていう、XRP っていうのがリップルのことなんだけど、この P が一つになっちゃったね、XRPayments っていうのを <coughs>、えー、っと検索してください、この XRPayments っていうのね。そうするとアプリがあるんですよ。でそれダウンロードして、それは あ,のあれだと思います、ウォレットだと思いますので、ここのリップのウォレットにね、<laughs> リップルを送金してですね、これがそうかな、それで、まあ、この端末があるお店だったら、リップルで物が買えるということだと思いますよ。あと、スカイプとの提携の可能もと書いてあって、まあ、リップルはね、今グ、Google グの Gmail にね、Gmail のメールにリップルを添付していろんな人に送れるように、えー、Google が開発してるんだけども Skype にも添付できるとかね、になってるような感じですね、これだとね <coughs>。なので送金とか今までめんどくさかったじゃないですか。リップルのリップルのウレット ID 教えてとか送ってとかじゃなくてメールアドレスで メールアドレスに送ればね、リップルはもう送れるよと。Gmail だったらね、メールアドレスに、えー、写真を添付して送るとかっていうのと一緒で、リップルを添付して相手に送れるようになるんだって。だから楽ですよね。<laughs> で、一つ一つやってんだけど、まあ、なぜか、なぜかリップル上がんねえと。リップル、ただリップルはね、なんかイベントがあるとね、すぐ上がるんですよ。こういうふうにね。<laughs> やっぱり持っておきたい。 コインではあるんだよねリップル、ね、かわいいしね、リップルリップルってね。はい。すいません。かわいいとこいっちゃって。あとやっぱりモナコインもやさ、モナちゃんかわいいよね。やっぱな。モナちゃん、まあ、今ほら、もう本当にもう、ええー、って感じ。どこ行っちゃったのって感じだけど、これね、1位2700円まで行きましたから。 で仮想通貨ってそういうね、夢があるしね、またその日は、また日は昇るんでしょうね。<laughs> でビットコインがやっぱりこんだけほら、身型上がりでね、こんだけ強いシグナルを示してますからね、うん、こんだけ山、おっとっとっと、おっと,っとっとっとって昇ってますからね、ドンキーコングみたく昇ってるでしょ。だからね、うんクレイジークレイマーって言うんですか、だから、 まあ僕はもうそろそろ来ると思いますね、これね。こんだけお椀型になってるでしょ、おわ型。だこれはあの結構爆発すると思う。うん、最低でもね、このお椀このおわを見ると、最低でもやっぱり100万はいくよね。100万、120万ぐらいいくかな。ここ、ここにはつけるかな。そうしないと経済物理学上安定しないんですよね。 世界の金融、金融物理学が安定しないんですよで。120万までいくかな。だからそれより高く買ってる人はちょっと難品するしかないかなって感じですね。120行って1回100まで落ちて、そこから上げていくって感じかな。年内にはビットコイン ETF の承認がされる。あ、これ、ね。内緒ですけど、まあ皆さんおめでとうございます。年内にね。まあ、600万。まあちょっとね、こ,こ,これ以上のお話はできませんが、 えー、いろいろね、良、えー、かった、まあ、ガチ押して本当に良かったと思う日がね、もうすぐそこまで来てると思いますよ。本当に良かったんじゃないかなと思います <laughs> <coughs>。はい、そうですね。まあ、投資っていうのはね、長い時間かかりますね。株とね、仮想通貨っていうのはね。はい、ということで、今回読んで、為替に、 為替ですね。FX については、まあ、こういう考え方ないですね。長い間保持するという考え方ないです。短、は、期、い、短期、まあ、短期一発勝負ですね。短期で稼ぐと。あ,あんまり長い時間、相場でね、相場にいるってことは、時間が経てば経つほどですね、えーえー、リスクが増えるんでね、あのそれが比例、比例だったらまだいいんですけどね、あの事情に従って増えるんで、 1>, 1秒でも早くね、ポジションを解消するっていうのに専念してなければいけないんですよね。そこら辺が株と FX との違いですね。FX はね。株と、えー、仮想通貨の違いですね。為替 FX っていうのはね。で、この動画撮り終わったら今度また XM のね、構造解説の、えー、話を順々にしていきます。それではありがとうございました。千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。